37mm 対戦車砲 40mm 機関砲 M5375mm 対戦ロケット砲ボホースはスウェーデンの兵器メーカー第二次世界大戦期の 37mm 対戦車砲や 40mm 機関砲などの優秀な兵器を製造したまた有名なドイツの 88mm 高射砲もクルップ社とボホース社が 生産提携して開発されたものから発展した。ボフォース社は1646年にスウェーデンのカールスコーガに設立された鉄工所を前身とする。1894年に経営者となったアルフレッドノーベルはボフォースを単なる鉄工所から研究開発に基づいた現代の大砲、科学工業メーカーに発展させることに成功した。 実質2年余りしか経営に携わっていないが、彼は資金力で経営を立て直したにとどまらず、会社を研究開発を重視する方針に転換させたことは、その後の発展に大きな役割を果たした。アルフレッド・ノーベルが晩年に使用していたスウェーデンのマナーハウス。現在はボフォース社が所有し博物館として公開されている1930年代に、 ボフォースによって開発されたボフォース 40mm 機関砲は第二次世界大戦の対空戦闘に決定的な役割を果たすこととなった。かつてボフォースの重火器部門だったベイシステムズボフォースは2006年までベイシステムズ社の子会社として存続していたが、現在はベイシステムズランドアーマメンツ社の子会社であるベイシステムズ AB となっている。ありがとうございます。